表計算ソフト、リバーウフスカルク7.14表計算ソフトは数値データの集計、分析に用いられるアプリケーションソフトウェアである。ワープロソフト、プレゼンテーションソフトなども含めてオフィスアプリケーションとも呼ばれる。画面上では集計用紙のように並んだ格子状のマス目が表示される。このセルごとにデータを入れることで表を作成することが できるのが表計算ソフトの第一の特徴である。見た目を良くするためには、計算として、セルに枠線をつけることができる。重要なのは、このセルに単に数値や文字列だけでなく、数式を入力することができることである。特に、個々のセルを指定して、それぞれに対する計算式をかけることが重要である。例えば、販売記録をつける場合、商品の単価商品の販売数商品の、 販売総額総売上げを表示する必要があるが、3は12で計算できるし、4は3の総計である。そこで、このような計算で値が出せるものは、それぞれの値を割り当てられたセルを使って、計算式を設定していくと、ソフトウェアによって自動的に計算される。この表形式のデータはスプレッドシート、または単にシートと呼ばれる。また、 形線や文字を入れることで表すのものを作成することもできる。また、この場合商品は複数であろうが、それぞれの商品の列における各項目間の関係は同じである。この時、3や4に入れる数式は当然異なったセルに関するものにはなるが、それらの相対的関係は同じである。そこで、例えば1番目の商品について3、4に式を書き込み、 これを商品2以降のセルにコピーすれば自動的にセル名を相対的に同じ関係になる該当のセル名に書き換える機能がついていた。これは表作成における利便性を大いに高めるものであった。さらによく使われる計算式については定型的に該当セル名を記入するだけでそれを行うような関数が用意され、例えば上の例では商品ごとの4の並ぶ列の 始めと終わりを指定すれば、その総計を計算する、といったことを可能にしていた。表計算ソフトにより、事務等で行われる集計計算作業が大幅に省力化され、計算ミスも回避されるようになった。現在では単に集計だけではなく、可視化、統計分析機能、予測機能、複利計算等の応用的な計算機能、データベース機能等が装備されている。その他、 一定の作業を行うためのプログラムの埋め込み、印刷レイアウト機能などの数多くの機能を持っており、オフィスオートメーションに欠かせない存在になっている。なお、かつてはワープロと表計算ソフトにデータベースソフトを加えて、パソコンにおける三大アプリケーションソフトと言われたが、表計算ソフトのデータベース機能が強化されたことから、個人仕様のレベルでは、 データベースソフトは表計算ソフトにとって変わられている。パソコン用の表計算ソフトとして初めて登場したのはビジコープのビザッカルックでアップルコンピューターやタンディなどが販売した8ビットパソコンでプログラミングができる専門家でなくても会計業務やシミュレーションなどに使えるソフトとして広く普及しアップル2のキラーアプリケーションともなった。 16ビットパソコンの主力 OS である MS DOS の時代には、米国では、ロータスのロータス1から2から3がベストセラーとなり、IBM PC のキラーアプリケーションともなった。また、日本やヨーロッパでは、マイクロソフトのマルチプレインなども普及した。特に1から2から3は、単なる表計算だけでなく、文字表示の機能の向上により、ワープロとしても使えて、 表の多い文章で力を発揮したほか、グラフ表示機能とデータベース機能を合わせ持ち、これ一つでほとんどの事務作業をこなすものとなった。これらの機能は、後の表計算ソフトに大きな影響を与えた。OS が GUI を標準で持つ時代になると、グラフィカルな表計算ソフトが多く登場した。マッキントッシュで生まれたマイクロソフトのエクセルは、後に、 同社のマルチプレーンを置き換える形で、Windows 用表計算ソフトのデファクトスタンダードとして普及したほか、NEXT STEP ススで生まれた、l o t ス s i m p ブ o v は、多次元の行と列の入れ替えを、ドラッグドロップで行えるなど高度なオブジェクト、思考概念を備えていた。インターネットの時代になると、インターネット上にプログラムもデータも配置する、さすが他の表計算ソフトの普及が始まった。 代表的な製品は Google の Google スプレッドシ s h i インフォテリアのアンシットなどがある。さすが表計算ソフトはインターネットを通じてデータの共有ができるためファイルを送る必要がなくなった。またデータの履歴管理やアクセス制御を一元化できるため近年話題となっているスプレッドシート統制への対応の切り札としても注目されている。表計算ソフトでは マクロ言語によって作業の自動化やユーザー定義関数の作成他のソフトウェアと連携した特定の業務用ソリューション構築が可能である。初期のマクロは単純にキー入力をトレースするといった簡単な仕様のものであったがやがて表計算ソフトが多機能となるにつれてマクロもまた進化してきた。特にマイクロソフト社のオフィススイートに添付されている。 ビジュアルベーシック4アプリケーションズによって記述される。マクロは、それ自身が完全なプログラムである。マクロを悪用した、マクロウイルスによる被害も発生している。マクロウイルスは感染したファイルを開くことで、自動的に実行され、利用者の意思に関係なく、コンピュータ上のデータの削除を行ったり、自身を添付したメールを送信するなど、他のコンピュータウイルスと同様の活動をする。 対策として、出所の不明なファイルをーに開かないようにすることや、表計算ソフトのセキュリティ機能によって、マクロの自動実行機能を無効化することなどが有効である。現在入手できないものは印。ABC 順。あゆうえお詳細は、オンラインスプレッドシートのページを参照。ありがとうございます。